キダー軍はアメリカ合衆国のオセダコタ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2435人であり、2000年の2753人から11.6%減少した。軍庁所在地はスティール市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。キダー軍は1872年から1873年に、 ダコタ準州議会が創設し、軍名は1875年から1879年まで、アメリカ合衆国会議へのダコタ準州代表、1865年から1875年と1879年から1883年まで、準州最高裁判所の売席判事を務めた、ジェファーソン・パリッシュ・キダーにちなんで名付けられた。 軍政府は1881年3月22日に初めて組織化され、軍庁所在地はその時以来一貫して、スティールにある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1433平方マイルであり、この内陸地は1351平方マイル、水域は82平方マイルで、水域率は5.75%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体はその大きさによらず全て地になる。ありがとうございます。